はい、皆さんこんにちは。ブランドプロデュースラボ代表の川本です。今日はですね、ディアガールズ広島のモデルでもいらっしゃいます皆さんに今日は来ていただきました、はい、よろしくお願いします。今やってるちょっと仕事について、はい、ぜひちょっとまず軽く伺ってもいいですか。どこから言ったらいいですかね。モデルもやっててみたいな、さっき話してた内容。モデルもしてて、はい、ウォーキング講師もしてて、うん、事務所のこともやってます。すごい、事務所内マルチでね。マルチでやってます。ディアガールズさんって広島の、ね、フリーペーパーですかね、はい、あれはフリーペーパーを実際に発行されて、でどんどんどん配布されてるんですけど、はい、中身どんなこと書いてあるかちょっと簡単に、アパレルさんの、有名どころで言ったらウィゴーさん、若者、うんうんうん、ウィゴーさん、スピンズさん、GU さんなどのページがあって、その後は、モデルが実際持ち込み企画、モデルが持ち込むんですか。持ち込みます。やばいですね。そのための会議をします。へ、2ヶ月に1回会議して選ばれるかどうか、自分のこう、はいはいはい、企画を練って、はいはい、持ってくるのと、あとは、広島人っていう、広島で活躍されている人をインタビューしたり、はい、街角のおしゃれさんを、突撃で撮ってそのまま掲載したりとかしてます。あ、じゃあそういう企画もやってるんですね。そうです、そうです。すごい多彩ですね。はあ、最初のきっかけっていうのはどこからスタートしたの。モデルをやろうっていうところからスタートしたんですか。モデルを、そうですね、そうです、そうです。モデルを、モデルをやろう、モデルをやろう、やりたいな、やりたいなっていうか、あの、私、あの、先ほども身長が高いんですよ。すごい高い。何センチでしたっけ。170から調子よくて2ですね。あ、調子よくて2。ほとんどね、僕よりもちょっと低いぐらいなんですけど、うん、すごい高くて、目線もほぼ一緒だから高いなと思ったんですけども、はい、それで、最初アパレルの店員をしてたんですよ。へえ、なるほどなるほど。でそこの、先輩によく飲みにこう連れてってもらってて、うん、たまたまそこで知り合った方に、うん、やった方がいいよって言われて。スカウト？そうですね。でも全然ここの事務所の方ではないんですよ。あ、そうなんですか。たまたまそこの、ここの事務所の人を知ってるから紹介してあげるって言われて、なんか、あー、あー、じゃあって言って気づいたらここにいます今。でもやっぱハマったからここにいるわけですよね。あ、そのアパレル店員をしていた頃のこの期間中に、その一回病気になって。あ、そうなんですか。うつ病になったんですよ。あらら、ちょっと気持ちがちょっと落ちちゃって。落ちちゃって、はい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 、でなんかやりたいことをやったらって言われてすごい考えたんですよ、うん、もう何が自分がしたいんだろうと思って、はいはいはい、服が好き、うん、この身長を生かしたい、うん、どうしたらいいんだろうと思ったのが始まりですね。でなんか、あ、普通にこう、あ、なんかの、なんて言うんでしょう、働いて、うん、っていう生活もいいけど、うん、好きなことだけをして生きてみたいと思いました。いいですね。いいですね。で実際に入ってどうだったんですか、うん、面白いですよ。すごい、毎日普通じゃ終わらないんですよ。どういうことですか、具体的に。具体的に言ったら、なんかその、まあ、実際にモデルをしてる自分もいれば、ウォーキングの先生をしてる時の自分もいれば、うん、そう、カラフルを作ってる自分もいれば、うんうん、そのステージの構成をしている自分もいて、うん、なんか毎日がすごい、なんか私はどこにいるんだろうってちょっと思う時もありますね。いろんな顔がありますよね。そうですね。一つの仕事をやり続けたらいいっていうわけじゃなくて、うんうんうん、いろんな顔を持っていきながら仕事をしているっていうのがすごい楽しい、うんうん、すごい楽しいです。なるほどね、すごいですね。まあでもモデルっていうとね、やっぱり基本的にはこうなんかキュッと締めて、なんかかっこよく見せるみたいなのが仕事だと思うんですけど、また違う面でいうと、さっきのなんか雑誌の編集者的な動きも、あ、そうですね、されてますね。デザインとかしてますね。企画を持ち込んで具体的に どんな企画を持ち込むんですか。私が持ち込んだのは、ちょっと今なくなっちゃったんですけど、うん、あのイケメン店員っていうのをやってました。広島のイケメンを探して、あ、ね、そしたら、あ、女の子ってやっぱ手に取る瞬間って誰かが乗ってるとか、はい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 、それこそイケメンがいるとかそう、ね、じゃないかなって思って、確かに確かに持ち込んだんですけど、はいはい、まあ難しかったっす。あ、え、何が難しいか、イケメン見つけるのが難しい。あ、そっちか。イケメンがいないわけじゃなくて、そうなんですよ、いるんだけど、うん、見つけるのがやっぱり難しくて、難しかったですね、ちょっと心が折れた。折れた。で
でも自分がやったら楽しいなとか、うん、そういった読者の人が読んだらこんな人見つけたら楽しいなっていうものを見つけて、うん、それを実際に投げかけていくっていうことをやっていくってことですね、うんうんうん、そっちの方が手っ取り早いかなと思いましたね。広めるためには確かにね、うんうんうん、実際にそのうまくいった事例とかあるんですか。その他の人でですか。企画の事例でですね。企画の事例で言ったらスポーツコーナーじゃないですかね。私じゃないの担当じゃないんですけど、はいはいはい、同じその専属の子がやってるスポーツコーナーはもうめちゃくちゃ幅広いですね、うんうん、サンフレッチェ の行ってみたりカープ行ってみたり、うんうんとか、うん、すごいなと思いますね。はあ、そういったなんかそういうスポーツの現場に行って、ねうん、それを取材するっていうのが、うん、実際に選手も出ていただいて。すごくないですか。そうですそうです。そんな企画ができるんですかできましたね。自分である意味でモデルなのに自分でまあ、そういうものを取りに行って、うん、で自分が出ちゃうわけですよね。そうですすごい何自分の活躍の場をみたいな。はあ、でもすごいですね。なんかね、今までのそういったなんか常識の範囲で言ったら、うん、普通だったら雑誌の、ね、企画者とか社員さんが仕事を取りに行って、うん、やりたくもないかもしれないけど、もしかしたらモデルさんの意にそぐわないような仕事とかをやってる時ってあると思うんですよ、うん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 、でも今ってなんかそうじゃなくて、うん、その自分自身が仕事をゲットしに行って、うん、自分が楽しい現場を作るみたいな、うん、そうですね。そんなことができるってことですよね、うん、できますできます。会社だったらできます。半端なくないですかでも座ってるだけじゃ仕事は来ないんで、うんうんうん、動かないとやっぱ仕事は来ないですね。なるほどね。いやなんかモデルさんって聞いて、いやモデルさんだからどんなこと話そうと思ってたんですけど意外とねやっぱアグレッシブすごいなんか魅力的な方だと皆さん思います。このディアガールズが発行してるカラフル、はい、これどこで手に入るんですか。広島市内の本通りとかだったら、並木通りにセブンイレブンさんとか、うん、コンビニは結構置いてて、あと乗ってるアパレルさんの店舗さんにも置いてます。あ、はい、ぜひですね、後でここに貼っておきますのでですね、ぜひ、ディアガールズが発行しているカラフル、はい、見ていただけたらと思います、はい、もちろん乗ってますよね。うん、もっと乗ってます。乗ってますですのでですで、ぜひですね、皆さんの活躍っぷりを雑誌から見ていただけたら嬉しいです、はい、今回の動画は以上にしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。